こんにちは。さて、皆さんの身近に存在しながら、その扱いには様々な専門知識が必要なもの、そう、不動産です。この番組では日頃皆さんが感じる不動産に関する質問に分かりやすくお答えしていきます。コメンテーターは不動産コンサルタント会社株式会社 CF ネッツ代表の倉橋さんと、株式会社南青山建築工房の益子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回も CF ネッツ鎌倉本店からお送りしていきます。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りします。今回も皆さんからたくさんの質問が寄せられています。その中から今回はこちらのご質問です。神奈川県鎌倉市にお住まいのペンネーム鎌倉野菜さんからの質問です。以前 FM 横浜のここが知りたい不動産で健康住宅というものを紹介していました。今家の新築を考えていて健康住宅に興味があります。どんなものなのでしょうか、もう販売しているのでしょうか、ということですが、健康住宅どんなものでしょうか。結構知られてないんだけどさ、はい、僕健康オタクなんだよ。健康オタクなんですか。それでね、普通の住宅っていうのはね、壁の中にさ、あのグラスウールとかそういうので断熱するでしょ、はい、そう、外側にあのいわゆる冷気が、冬なんかだと冷気が来るよね、はい、そうこの冷気とその断熱材の間にさ、結露ってのができるわけ、はい、これ壁の中の結露、壁内結露って言うんだけど、はい、でそれがさ溜まってくると、この水がさあの浸透してきて、この、まあ、いろんなカビとかさ、はい、そういうもの発生する原因になっちゃうわけね、うん、壁の内側にカビが発生して、はい、それのさ空気が室内に入ってくるじゃん、部屋の中に充満してくる、うん、それはちょっとやばいなと思っていて、で今回ね、うちの考えたのは、はい、まず外断熱ね、外断熱、うん、でいう形にすることによって、それもね、基礎まで外断熱にしちゃうわけ。基礎まで、基礎まで、はい、基礎はコンクリートじゃん、うんうん、でやっぱり熱をこうね、湿気を取り込む環境があるので、はい、それを外断熱で全部遮断してしまうと、実はね、湿気が上がらない構造が作れるってことが分かったわけ、うん、その結露が外でできるということですか。そう、うん、それで、あの結露つく、あ、できない、うん、あ、できない、できない、そもそも内側にこもってないからですね、ないから、できない。なるほど。それでさらに24時間換気っていうことをつけることによって、はい、空気が循環するでしょ、うん、そうとずっと同じ環境の空気があのゆっくり回る仕組みになっていて、うん、であとね、床暖房っていう、はい、これはあの普通さ狭い範囲でしか、高いからね、はい、つけられないけど、うちはすごいローコストで、はい、カーボン式の床暖房があるわけね、うん、でこれを要するに全部やっちゃうから、家中にということですか、うん、でさらにね、今度最近ね、あのまたあのいろんな形で、作り出したのが、あ、いわゆる軟水、うん、軟水、うん、体はね、要するに 60% 以上が水分でできるから、はい、水の環境を変えないとね、うん、なかなか、あ、環境改善できないなっていうことで、はい、この軟水の機械をねつけて、蛇口どこひねっても軟水が出る仕組みにしてあったりとかするのよ。蛇口をどこひねっても軟水が出る、それどういう構造なんですか、うん、詳しいことはまた、はい、うちの益子君の方が、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。そうですね、健康住宅については今社長がほぼ、はい、話してくれたんで、はい、僕から話すことはほどないかなという状況なんですが、まあ、軟水につきましてはですね、構造的には、はい、道路埋設管の方から、宅内に引き込んで、すぐにですね、その軟水の装置をつけますんで、はい、そこから先全部ですね、家の中の水道、蛇口をひねれば、はい、例えば外の散水栓もしかり、はい、家のお風呂もしかり、台所もしかり、まあ、トイレもしかりなんですけど、はい、全部軟水が出てくるという仕組みになってます。お風呂もお手洗いも全部軟水が、はい、それも大元がそういう軟水の装置がついてるということですね。はい、そうですね、はい、でこれね、まあ、日々進化してるん で、はい、で今回も軟水導入したのも最近なのね。あ、そうなんですね、うん、だからもういろんなありとあらゆることを研究我々してて、まあ、コンサル会社が作る住宅だから、なるほど、当然だけど進化しないとね、まずいじゃん、うん、で自分自身も今それをの構造で作った建物に住んでるから、はい、
いろいろ、ね、より実感しながら改善しながらやっていけると、ここはこうしようああしようとまたまた発生するじゃん、うん、で僕もいっぱい家建ってるから、はい、建てるたんびねいろいろ研究するわけよ。それがだんだん集約されて今この、ね、健康住宅、まあ、健康を主体とした住宅の開発を今してるわけ、はい、なるほど。これも、うん、もう販売しているのでしょうかということなんですが、ぼちぼちね販売してるの、はい、あちこちに立ってるんだけど、そうなんですね、まあ、今回はね10月の、1日2日土日で、うん、現場でですね構造見学会っていうのをモデルルームみたいな形で、はい、そう目先道で、はい、で実際にそのお水だったりとか、はい、断熱の床暖房だったりとかを体験できる、もう体験できるし、それはぜひ、うん、実際に体験してみないと良さがわからないこともありますよね。この中に細かいところに健康にこだわったね設備がついてるんで、なるほど、ここでは話しきれないような三崎口なんで駅近いんで、はい、もう本当に電車乗ってきてくれば済んだんで、10月の1日2日、うん、どんな風なのが健康住宅とかって、それはいいですね、うん、現地で分かるんで、はい、で施工もね見ないと分かんないじゃん。そうですね、口では簡単だけど、うん、我々みたいにこう歴史積み重ねてね、はい、コツコツやってるっていうところを見ればどういうものが健康にいいのかっていうことは分かるね。うん、ぜひこの鎌倉野菜さんもそのモデルルーム、うん、ぜひね10月1日2日行っていただきたいと思います、はい。お金に困らない人生設計、不動産投資成功の方程式、その他多くの著書。 CF ネッツの不動産コンサルタントは国際ライセンス CPM 取得者のほか、多くの資格と実績を積んだ経験豊富なスペシャリストです。人生を成功に結びつけるには不動産の戦略的活用が必要です。幅広い分野の専門家が皆様のニーズにお答えいたします。手数料は不動産会社と一緒です。不動産のことなら何でも CF ネッツにお任せください。ここが知りたい不動産では、不動産に関する質問をお寄せくださった方の中から抽選で10名様に倉橋さんの著書をプレゼントしています。倉橋さん、今回はどちらの著書でしょうか。はい、建築とはねちょっと関係ないんだけど、はい、これ生島博史さんと一緒に書いた本で、はい、相続一直線っていうね、やつがありますので、はい、まあ、これぜひ漫画になってるんで、ぜひ読んでいただけたらなと思います、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ参考になさってください。 CF ネッツでは倉橋さんをはじめ不動産コンサルタントによる個別相談を行っています。不動産に関すること、住宅から資産活用、相続対策まで幅広く対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。次回も皆様の質問にお答えしていきます。それではまたお会いしましょう。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りしました。ここが知りたい不動産は FM 横浜 TVK とも連動しています。合わせてご覧ください。空室対策満室経営。賃貸住宅経営は様々なトラブルを抱えています。だからこそ CF ネッツコールセンターでございます。すべてをワンストップで解決できる不動産コンサルタント会社 CF ネッツにお任せください。賃貸契約手続きからリフォーム工事、その他トラブルなどすべてをワンストップで解決いたします。空室対策、満室経営に関するご相談は CF ネッツまでお気軽にお問い合わせください。